幻想曲派短調 K.475 は、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトが作曲したピアノのための幻想曲。本作は1785年5月20日にウィーンで作曲された。1785年12月にピアノソナタ第14番 K.457 と合わせて作品11として出版されており、これにより K.457 はモーツァルトのピアノソナタの中でジャンル違いの作品と共に出版された唯一の作品となった。作品11の2曲はテレーゼ・フォン・トラットナーに献呈されている。この作品はピアノソナタ第14番へのプロローグとすべく書かれている。形式的には各部分が接続されていくという形で一貫性を見せており、その方法論には CPE、バッハの幻想曲が参考にされた可能性もある。一方、可性的には、ソナタ形式に用いられる因襲的な推移を逸脱し、主張から離れて、さまようように移り変わる。モーツァルトはこの曲において、当時のピアノの音域を余すことなく活用し、その色彩豊かな効果を引き出している。アルフレート・アインシュタインは、モーツァルトの最大限の想像力の自由さと大胆さ、極めて極端な発想の対比、この上なく、抑圧から自由な叙情性の多様さ、そしてビルトゥオーゾ要素にふけりながらも構造の論理性を保つ能力に言及し、本作を高く評価している。約12分半。本作にはアダージョ、アレグロ、アンダンティーノ、ピューアレグロの4つの速度が用いられており、速度の変更は新しい主題の導入のタイミングと一致する。まず曲アダージョで幕を開ける。フレー1個の上昇系のモチーフが転調しながら繰り返されていき、二長調にたどり着くと愛らしい旋律が奏される。フェルマータの付された休符で間を置いた後、アレグロの楽奏が導入される。フレーにそのまま勢いを保ってカデンツァへとなだれ込む。落ち着きを取り戻してアンダンティーノ3、4拍子となるとフレー3の主題が奏でられる。フレー3これに続くのはピューアレグロの楽奏で、右手が奏する急速なアルベルティバスの音型に乗って、移り変わっていく。やがて冒頭の速度に戻って、フレー1が再現され、最後は急速に上昇するスケールで締めくくられる。ありがとうございます。